北海道道107号室蘭環状線は、北海道室蘭市を通る道道である。途中、上別市を経由する。起点から国道に合流するまでの区間は、国道36号の旧ルートである。国道との重複区間が終わると、室蘭市中央卸売市場の横を通り、JR 室蘭本線をアンダーパスでくぐって緩やかな勾配で北上し、 室蘭工業大学の前から方向を南西寄りに変えて徐々に坂を下る。千歳別町、中島町交差点を右折して坂を上り、唯一となる天神トンネルを通過。丘陵地帯を走る。この間に、北海道大谷室蘭高等学校があり、室蘭高原段パラスキー場へ抜ける道が分かれる。道央自動車道と立体交差し、道道127号。 室蘭 IC 交点付近から高度を下げ、終点に至る。この路線の前進は1957年3月30日に認定された、堂々182号黄金は死別線の一部である。道道182号は1972年3月31日に廃止され、同日、堂々757号室蘭環状線として認定された。 道道757号は1976年8月31日に廃止され、室蘭市東町を境として、道道910号室蘭環状線と道道919号中央東線に分割された。主なトンネル、北海道道107号道道標識。ありがとうございます。